ポテトチップスはパリッとした食感がたまらなく魅力で人気の高いおやつですよね。アクリルアミドという言葉を聞いたことありますか？高温で調理する食品に含まれることがある、体に悪影響があるかもしれないと言われている、少し注意が必要な物質です。販売されているポテトチップスではこのアクリルアミドをなるべく含まないようにし、安心して食べられるように企業が努力しています。今回はこの秘密に迫ります。今日は親子で大好きなポテトチップス作りにチャレンジ。いよいよ油で揚げます。たくさん出来上がってきているね。早く食べたいな。美味しそう。いただきます。ちょっぴり苦い気がするよ。ごめんね、少し焦げちゃったわね。出来たてが食べれて嬉しいよ。でもお店のポテトチップスは白くて綺麗だよね。なんでかな。教えてあげよう。それはお店で売っているポテトチップスは焦げないような様々な工夫がされているからなんだ。小林博士こんにちは。焦げちゃうと何か良くないのかな。ちょっと苦いけど。焦げと一緒にアクリルアミドが増えちゃう。アクリルアミドって何ですか。なんか不安だな。食べるの我慢した方がいいのかな。大丈夫だよ。アクリルアミドがたくさんできたポテトチップスは食べない方がいいけれど、お店で売っているポテトチップスでは農林水産省の提言指針に基づいてアクリルアミドができないようにしているんだよ。今日はその秘密を教えるよ。 GO! うわ、真っ暗でびっくり。たくさんじゃがいもがある。ここはどこですか？こんにちは。ここはポテトチップスに使用するじゃがいもを保管する倉庫です。じゃがいもは日に当たると皮が劣化してしまい食中毒の原因になってしまう。だから暗所で保管するのだよ。豊城にスノーで、これは何ですか？これはジャガイモの品種のことで、油で調理しても焦げが少なく白くて綺麗に揚がる特別な品種なんだ。いわばポテトチップス専用のジャガイモってわけ。なるほど。そういえば倉庫の中は過ごしやすい温度だね。どうして？アクリルアミドを減らすためには収穫後の温度管理も重要なんだ。例えば日本で一番ジャガイモが取れる北海道の場合、ジャガイモの収穫は8月から10月頃。ポテトチップスを一年中楽しめるようにするにはジャガイモを保存する必要があるんだけど、保存温度が高すぎるとジャガイモの芽が出てしまったり腐ったりしてしまうし、低すぎると揚げた時に焦げてアクリルアミドもたくさんできてしまう。研究の結果、一般的な冷蔵庫の野菜室の温度である10度 C まで下げるとアクリルアミドの原因となる糖が増えてしまうことが分かったんだ。品質管理上とても重要な工程なんだよ。よくわかりました。ここでは何をしているの？こんにちは。ここではジャガイモを揚げる前の下ごしらえをしています。きれいに水洗いしたジャガイモの芽を丁寧に取ったり、焼き付けて色が変わったところを取り除いたりしています。茹でることでアクリルアミドの原因となる糖やアミノ酸をさらに洗い流していくと、ジャガイモの状態でカットの厚さを調整します。なるほど。わあ、これで揚げているね。いい匂い。白くて綺麗だね。ポテトチップスが焦げないように毎日テストしながら揚げる温度を調整しています。また送風機を使って冷却しています。あれは何ですか？ポテトチップスが弾かれているよ。カラーソーダーだよ。最新の注意を払って作ってもどうしても焦げができるから、最後の砦としてカラーソーダーで弾いておくよ。起きて起きて。あれ、私寝ちゃってたんだ。ポテトチップスが焦げたからお店で買ってきたのよ。私、売っているポテトチップスが白いわけ、夢で見てきたよ。どんなことも？あのね、ポテトチップスが焦げるとアクリルアミドっていう物質ができちゃう。このように、食品関連事業者は安全で美味しいポテトチップスを消費者に届けるために日々努力しています。ご家庭でポテトチップスを作る場合でも、焦げやアクリルアミドを減らすためには新じゃがを使うのがおすすめです。買ってきたじゃがいもは冷蔵庫に入れずにすぐに使うことも大切です。ポテトチップスに限らず、農林水産省の提言指針によって各事業者はアクリルアミド低減の取り組みを行っています。今回は白井課長、山田工場長、ご説明いただきありがとうございました。小林博士、ニッケもありがとう。